はい、どうも、ハピグルメ案内人のじゅんです。今僕は山形県山形市に向かっています。そして今回お邪魔するのはじんていさんです。こちらのお店はですね、ものすごく人気がある、定食屋さんなんですけど、一番人気のメニューがですね、唐揚げサラダ定食っていうやつらしいんですけど、今回はあえてそれ食べずにチキンカツを食べたいと思います。結構盛りがいいということなので、まあ、全部食べきれるかは分かりませんが、頑張って食べてみたいと思います。そしてハピグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。さあ、行くぞ。このまんま食うの。うまい。うまい。皮がパリッと、
うまかったね、うん、一口目やばかったな、なんか味もこの柔らかさもジューシー感がね、めっちゃ、いやすごいお客さんもねたくさんいて、あの入るまでにちょっと待ったんですけど、いやこれだったらそれは人気出るなと思いました。まあ一番人気は鶏からサラダ定食みたいなんですけど、今回はあえてそこは選ばずに、まあ、食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しいので皆さん食べてみてください。美味しそうと思ってもらえたら幸いです。今回もごちそうさまでした。